でも6チャンネルだー。はい、今回はロード6でございます。で、はい、今回もですね、ロード6、今現在ですね、一応夏休みスペシャルということで、もう今日でこれ、これも含みますよ。一応スクラッチだけじゃないです、これも含みます。はい、かといって別にこれで大きな金額をかけるとかっていうのはない、まあ、今回の回はないです。はい、それはちょっと8月中ぐらいにもしかしたらやるかもしれません。はい、ということでですね、今回は、1399回ですね。で、一応前回のおさらいしておきましょうか。前回のおさらいなんですけど、これ読めた人いたっていうのがすごいなと 思いました、僕は。まだ言って僕、この、1392回からの参加なので、まあ1桁台と、10桁台、20桁台もまあ綺麗にね、なんか笑わざく出てるような感じ、そして42、43に偏った感じが多かったので、こんなこともあるんやと、こんなね、20番台と30番台、そして40番台しかないやつ、だから10番と1桁台飛ばしちゃったみたいな感じがあるので、へえと思いました。ただね、こんなの出たら読めないじゃんと思ったんですけど、よくよく考えたら、僕は固定で買ってる2、3、6、12、14、21、8じゃないですか。これ当たる可能性あるってことでしょう。っていうのはめちゃくちゃいい意味で希望的だなと思いました。はい、ということでですね、まあ、今回は1399回の考察、予想ですね、予想ラウンドの当選発表の方をやっていきたいと思います。一攫千金で、一応ちょっとすいません、もう現段階でまたこれ後取りなので、もう買っちゃってます。はい、で、一応この辺の説明の方していきたいんですけど、まずですね、この13、18、27、31、32、27に関して、これ、番号おかしいな。これ違うの？これ37かな？これ間違ってるの？まあわかんない。ごめんなさい。またこれ、当選発表の時に修正しておきます。はい、で、一応この番号なんですけど、一応なんでこの番号にしたの？これ絶対違うな。27じゃないな。37なんだ。はい、でこれなんかね、よくわかんないですけど、売り場にある機械あるじゃないですか、それロトポンと押したらパンと押したらこれ出たんで、これにしました。はい、もうこんな機械あるんだなと思いましたね。それはまあ不思議な感じはしましたけども、はい、まあそれはちょっとこの理由そこなんで、まあ言ったらクイックピークみたいなもんですよね。で、一応こっからね、もうこの2つだけです、予想したの。はい、2つだけ今回は。で、あと一応これなんで、これも説明していきたいと思います。で、一応この9、18、28、29、30、31なんですけど、これまあなんとなく分かっていただけるかなっていうところなんですが、これ正直荒れたわけじゃないですか、前回すごい荒れたんで、まあ最近直近で荒れたとこどこなのってやったら、1390回、これ一桁飛んでます。で、10番、20番、30番しかなかったんで、40番で一桁飛んでるんで、ここ荒れたねと。で、ここで前後見てます。で、前後見て、10、6、9。で、10の後が3、6なんですよ。で、この辺、まあ、数字的に上がったり下がったりみたいなノリでなってるんで、まあ、今回6、10で下がったんじゃないですか。で、なんとなくなんですけど、6はないんじゃないかなと思って、まあ一応9にしてます。で、9の倍数で9、18で前々回ですね、来てるんで、まあそこ同じように組んじゃったと。で、28、29に関しましては、もうここですよ、これ。この、下ろして連番。1個前の数字ですね、28と29。で、30、31がもうちょっとこれ揃えちゃえと。いう感じで28、29、30、31、このパターンもあるんじゃねみたいな感じです。はい。それでちょっと今回組ませていただいております。で、どちらかというと、この辺イレギュラーなんですけど、4、13、24、25、42、43なんですけど、一応まあ、この間も40番台来たよということで、やっぱり42、43を組んどいた方がいいかなと思ったんで、42、43組んでます。で、こちら4番に関しては、これも本当勘ですね。特になんて思い当たることないところで、4にしてます。で、13もこれもマジで勘です。勘、何の根拠もないです、全くないです。で、24、25はまあ連番ということで、このまあ30番台の番号を変えちゃえってことで、そのまま下ろしてる。そして42、43は先ほど説明した通りになっております。で、クイックピークの方が3、20、26、28、31、37なので、あ、これちょっともしかしたらワンチャンあるんじゃねみたいな感じですね。10番台と40番台飛ばしてる。だからちょっとイレギュラーな感じのところを見るとそうなる。で、この、鉄板数字で2、3、6、12、14、21となっております。で、
一応ですね、まあ、4位という形で、まあ今回ね、ほんとちょっとバタバタしてて、選ぶ時間なかったんですね。だからこれ後予想になってます。でどっちかというとこっちもちゃんと考えた感じがします。ただもう買っちゃってるんで、まあまあ後の祭り、まあ一応結構ね、他の YouTuber さんでも思いつきでみたいな感じの方いらっしゃったんで、まあ僕のところら辺ちょっと混ぜさせてもらおうよということですね。で一応この33に関しましては、このここ10番台消して3にしてます。でそのまま10番台13、23で合わせちゃって23、24、25の3つ連番、はい。で、41番来るんじゃねえか。そう、41番はね、ちょっとこう、前回、前々回ぐらいからなんとなく来るんじゃねえかって思ってる数字です。はい。で、この29に関しましては、これね、2はね、なんかね、わかんないですけど、根拠がないんですよ。とりあえず出てない数字が2だと思って2を入れてます。で、9はこの上の、ここですね。これの29番の20を外した数字。で、14番はここの30番を10番に変えた感じ。で、20番はなんとなく適当です。で、21揃えちゃえっていうので42が出るんじゃないかと。で、一応出てないシリーズで1、2の連番。で、17、28、40、41ですね。この辺はなんとなく出るんじゃねえみたいな感じです。で、17は、これもね、出てなかったんじゃないかな。17。ほら、出てないでしょ、17。17が出てないんで、来るかもわかんないねっていうところですね。で、28番に関しましては、これも、なんとなくバランス、そう、なんかね、バランスよく整えちゃうんですよね。ちょっと、コメントいただいた方でもあれなんですけど、情報多すぎたら分からなくなるでしょって言われたんで、確かにそうだなと。ただ、自分の癖が見えてきたんで、なんとなくなんですけど、僕は、バランスよくしちゃいがちです。はい。ちょっと困ってます。はい。で、最後ですね、これはまあ、あれでっていうのはないと思うんですけど、一応23番の次の番号は24番だよと。で、29番の次の番号は30番だよと。で、次で34番が35で36来るんじゃねえなと。35番がまあ連番で、続けてくると。で、39番を40番で行く手前。で、42番は来るんじゃないかと。いうような予想になっております。はい。ちょっとね、まあ、初めて、当たりがね、まあ、2連チャンで続いて、ずーっと外してって、だんだん減ってってますね。こう、2が、2個、当たったのが3回続いて、前回が1つだけ。もうほんと奇跡ですよ、これ1つ。まあ、1つって言っても、筋で何個か当たってるんですけど、はい。まあ、ちょっとここら辺でね、盛り返していきたいな、夏だし、夏本番だし、頑張っていきたいと思っております。はい、じゃあ早速ですね、買っていきたいと思います。お願いします。はい、お願いします。本当にちょっと朝から抽選ですね。はい、ありがとうございます。はい、受験が1枚出まして、ちょうど1000円、はい、ちょうどいただきました。ありがとうございます。はい、はい、ということで、一応結果発表なんですけども、はい、ごめんなさい、そうこれね、冒頭の動画で言うの忘れてたんですけど、ごめんなさい、ゲップが。スクラッチは前取りできるんですけど、ロト6はできないんで、ロト6に関してだけちょっとたびたび遅れます。はい、だからその分ちょっと夏休みスペシャルということで、できるだけ簡潔に終わらせてすぐに投稿できるようにしたいと思います。はい、ということでですね、一応、結果発表ということで、当選番号は720、21、33、41、43、8となっております。で、今回も、大負けですよ、これ大負け。はい。ということで、ここ、ピンクしてる印ですね。これが当たったよーってことなんですけど、きついな、これ、きつい。43、20、21しか当たってません。当たってません。そして、一応、候補ですね。候補数値に関しましては、20、21は読めたよと。で、41、41が当たったよという形ぐらいですね。かなり厳しいな、これ。ほんと厳しいよ。まあ、でも、いい意味で、ちょっと勉強になったなっていうところが、この、前回よりも今回の方がまあまあどちらかとちょっと戻してきたなという感じですね。で、まあまあ嬉しいなと思ったのが、まあまあ43とか40番台やっぱ来るんだというところが読み勝ったんじゃないかな。まあ当たってないんで意味ないんですけどね。で、まあ連番も、来てる。20、21で、7、8も来てる。7ね、なんか来るかなと思ったんですけど、ちょっとね、候補にも入れずちょっと無視しちゃいました。はい、ということでですね、まあまあ、懲りずにですね、まだロト6はずっとやっていきたいなと思って、まあ何かしらか当てたいですね。
3等、2等あたり、まあ1等ってちょっと当たったらね、あの多分腰抜かしちゃうんでびっくりしちゃうんですけど、まあそれでもちょっとね、今後まあまあいろいろまだまだね、あの知識は、あったい方がいいかなと思いましたけど、やっぱりいろいろこの逆に言うと前回に踊らされない数字選択っていうのも必要で、前回から読み取る何かっていうのも必要だなと思いました。40番台また来るよみたいな感じじゃないですか。でまあまあここら辺はもう分かるんですけど、ランダムみたいな感じで、まあまあヒント的には34の33が来てるというところじゃないでしょうか。ということでですね、また、次がいつだ、木曜日の、配信まで、皆様よかったらですね、またあのそう見てよかったなと思ったら、まあなかなかまだね、そんなに当ててないんで見ていいなとは思わないかもしれないけど、よかったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございます。